あちし、バリアアートの一例バリアアートは、バリカンや紙ソリで、ラインアートを描く、利用紙の精巧な技術を必要とする、ヘアスタイルである。坊主アートや、ラインアート、ヘアタトゥとも呼ばれる。坊主ズ頭に反り込みを入れるのが、主な特徴ではあるが、近年ではそれ以外にブロックを入れて、そこに模様を入れたり、カラーを入れたりするなど、日々試行錯誤が行われている。また、 特殊な髪型であるため一般的な美容室では手術できない場合があり、ある程度した調べをしてから店舗に赴く必要がある。しかしながら個人差はあるが、基本的に2週間ほどで髪の毛が伸びてしまい模様が分かりづらくなってしまう。1ミリメートル以下でも同様に模様が目立ちづらい。2000年代に日本のダンスボーカルユニットエグザイルのボーカル淳が 坊主頭に反り込みを入れ、様々な模様を入れる髪型をしたのが流行のきっかけと言われている。その後は、坊主だけでなく、反り込みを入れるサイドだけを短くして、バリアートを入れる髪型が流行した。その他にも、一部にカラーを入れたり、キャラクターを描いたりなど、様々なアプローチが見られる。厳密な分け方はできないが、いくつかの種類がある。また、組み合わせてたりもされている。 ありがとうございます。